プニプニ。ウーニーズって何？みんなごきげんよう。立石学園院長のひろくんです。今日はウーニーズのブースに遊びに来ました。ウーニーズって何？ひろくんも知らないんだけど、まあ、担当の方に聞いてみたいと思います。ウーニーズってやっぱ海なのかな。こんにちは、立石学園院長のひろくんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。私ウーニーズ担当の武田と申します。お願いします。お願いします。武田さん、はい、ウーニーズって、はあ、あの食べるウニですか？いやあのトゲトゲがあって今回ポニポニな。トゲトゲじゃなくてプニプニなんですね。もうみんなも知らないと思うので紹介お願いします。ぜひぜひお願いします、はい、お願いします。今回なんですけども、このウーニーズでとっても大事なのがこちら、はい、これは何ですか？これですね、独自開発されたプニプニ食感の風船の元になるペレット。これえ、でも穴開いてないですよ。穴開いてないです。穴開いてないんです。でもこれが風船になっちゃう。嘘だー。武田さん嘘ついたらダメですよ。これで、はい、実際に風船にすることができるんです、はい、この機械で。はい、これでウニーズを作ります。え、でもどうやってやるんですか？はい、じゃあやってみます。お、お、はい、このクリアドームをパカッと見ていただいて、はい、ここにこのペレットをこれをこう差し込みます。はい、はい、これでできちゃうんですか？ウーニーズが閉じます。はい、でピンクのバーを下ろします。ピンクのバーを下ろす。はい、でマシーンにカチッとセット、はい、カチッとなるまで。はい、はい、です。あとはオレンジのバーを下げて、はい、この青いバーをポークするだけです。もう空気を入れるような感じで。そうですね、はい。1、2、おい急に、おおすごい、見て見て、すごい。膨らんでる、膨らんでる。1、2、はい、そしてえ、これ上げちゃったら飛んでいっちゃいますよね。いえいえ、ここがこのウーニーズのすごいところなんですね。はいはい、逃げるよ。せーの、ドン。あれ、はい、あれできちゃってる。え、縛ったんですか？え、これが、はい、このプニプニ弾力で、はい、空気の穴がキュッと自分で閉じるんです。すごい。いいですか、触って。プニ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 。ちなみにこの風船がすごいのは、はい、風船同士がわくっつくんですね。ピタッとくっつくんです。くっつく風船なんてないですよね。え、団子三兄弟になっちゃったすごいですねこれは。そうなんです。しかもこういった今プルプルのパーツ、はい、あ、こういったものをもうなんか幼虫みたいな、幼虫みたい、幼虫みたいになりましたね。はい、あ、かわいい。っていうのでデコレーションをしていける、はい、あ、かわいい。これクマですか？クマちゃんができた。あ、クマちゃん、はい、かわいいっていうのができます。え、ヒロ君も作りたいんですけど。ぜひぜひぜひ。いいですか？やってみましょう。ヒロ君、あのバルーンアートうまくできないんですよ。あ、そうなんですか、はい、いや、でもこのウーニーズだったら、はい、絶対バルーンアートもう誰でも、はい、誰でも簡単にできます。誰でも簡単にできちゃうんですね、はい。じゃあ何色がいいですか？いや、ヒロ君青が好きなので。あ、じゃあこれいきますか。あ、これ、はい、お、じゃあこれを取って、はい、じゃあセットします。できた。はい、カチッ。はい、そうですね、はい、お、そんなに力もいらないですね。はい、あ、膨らんできた。この辺りにしましょうか。この辺りで、はい、あ、できてる。できました。素晴らしい。じゃあデコレーションしてっていいですか？はい、どうぞ。 お好きなのを選んでください。お好きなやつを。じゃあどうしようかな。あ、なんか面白そう。トサカみたいなのがあります。これルーニーズは本体が入ったスタンダードセット。この辺につけようかな。90個も入ったルーニーズ専用ペレットカップリセットや、ね、紙みたいなできました。名前はこっち来いやーもんです。どうですか、こっち来いやもん。あの独創的でぜひ実はですね、はい、これこのウーニーズこっち来いやもんはですね
こちら付属のですね、はい、ディスプレイパーツをペタッとつけていただくと、はいはい、ペターン。すごい、こっち今夜もんがテレビにくっついてます。なので、まあ、いろんなところに壁でもどこでもくっつけられるんで、はい、こういったマスコットだけじゃなくて、はい、絵文字だとか、はい、いろんな壁にこうやって作っていただいたりだとか、じゃあ、 あのバースデーパーティーとかでも、あ、いいですね、ハッピーバースデーってかけたりして、いいですね、はい、じゃあもうおもちゃだけじゃなくって飾り付けもできるっていう。その通りです。もっとでもいろんな楽しみ方がありそうですよね。いや、ウーニーズすごい楽しいです。ありがとうございます。ヒロ君も欲しいんですけど、ウーニーズどうやったら手に入るんですか？はい、これはもう少し待っていただきたいんですけど、はい、2017年の夏頃、全国のおもちゃ屋さんで発売になります。夏まで、はい、待ちます。あのホームページとかチェックすればいつ発売か分かるようになりますか？そうですね、はい、分かるようになります。ぜひタカラトミーウーニーズで、検索してみてください。はい、ぜひチェックしてみてください。今日は武田さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。次回もおもちゃ城からお送りします。バイバーイ。立石学園チャンネル登録よろしくね。